ホリデージャンクションの延期配列と二次構造の模式図。配列は多くの可能なパターンのうちの一つを示しただけである。このホリデージャンクションは配列が非対称的であるためジャンクション部位が固定される。ホリデージャンクションは4つの拡散配列が延期体形成によって保持されている拡散構造である。4つのアーム部分のコンフォメーションは干渉液の使用濃度と ジャンクション部位に最も近い拡散塩基の配列とに依存する。ホリデージャンクションという名称は1964年にその存在を提唱した分子生物学者ロビン・ホリデーに由来する。生物学においてホリデージャンクションは様々なタイプの遺伝的組み換えや日本差、切断修復において重要な中間体構造として出現する。通常、 ジャンクション部分の配列は対照的であり、ジャンクション部位は個々のアームの塩基体が保持されるようなパターンでスライドを行う可能性がある。ホリデージャンクションに類似した4アームジャンクション構造は一部の機能性 RNA 分子にも見られる。自然に存在する可動性ホリデージャンクションの構造を研究するためのモデルとして鎖が特定の位置に固定された非対照的配列からなる。 ホリデージャンクションが人工的に作り出された。後に、これらのジャンクションは DNA ナノテクノロジーにおける基礎的な構造構成要素として利用できることが判明した。複数のホリデージャンクションを組み合わせることで、高度の構造合成を持つ形状へ拡散分子をデザインすることができる。スタッキングしたホリデージャンクションの分子構造。 4つのアームは2つの二重螺旋ドメインへとスタッキングしている。青と赤の鎖は概ね螺旋型を維持しているが、緑と木の鎖は2つのドメイン間を交差している。スタッキングしていない、ホリデージャンクションの分子構造。このコンフォーメーションでは二重螺旋ドメイン間での塩基、スタッキングが存在しない。このようなコンフォーメーションは、マグネシウムイオンなどの二価金属イオンが存在しない。 溶液でのみ安定である。PDB3CRX。ホリデージャンクションの3つのコンフォーメーションの模式図。下の2つのコンフォーメーションは、どのアームが同軸的スタッキングによって結合しているかが異なる。左側のものは、赤から、青、シアンマイナスマゼンタがスタッキングしているが、右側のものは、赤シアン、青マゼンタがスタッキングしている。どちらのコンフォーメーションが、 支配的になるのかは、ジャンクション部位に最も近接した塩基によって決定される。ホリデージャンクションは、4つの二重螺旋アームの同軸的スタッキングのパターンが異なる様々なコンフォメーションで存在する。同軸的スタッキングとは、拡散の露出した塩基間の相互作用によって互いに結合する傾向のことである。ホリデージャンクションのコンフォメーションには、 スタッキングしていないコンフォメーションと二つのスタッキングしたコンフォメーションの三つの可能性がある。スタッキングしていないコンフォメーションは、マグネシウムイオンなどの二カ価値音が存在しないときに、支配的であり、負に帯電した、取材間の静電的反発がスタッキングを妨げている。少なくとも 0.1mm の MG2 の存在下で、静電的反発は打ち消され、スタッキング構造が、 支配的となる。2000年の時点ではマグネシウムなどの価値ンによる静電的遮蔽がジャンクション群への特異的結合によるものか溶液中のイオンの多数の散在的結合によるものかは明確には理解されていない。スタッキングしていないコンフォメーションはほぼ平面四角形で伸長した形状である。一方、 スタッキングしたコンフォメーションは2つの連続的な二重螺旋ドメインからなり、2つのドメインは右巻き方向に約60度回転した関係にある。4つの鎖のうち2つは二重螺旋ドメインの内部でほぼ螺旋型を維持したままであり、他の2つは2つのドメイン間を逆平行方向に交差している。2つのスタッキング型コンフォメーションは、 どのアームが互いにスタッキングを行うかが異なっており、そのどちらが支配的になるかはジャンクションに最も近接した延期配列に高度に依存している。一部の配列では2つのコンフォメーション間の平行状態となるが、他の配列ではどちらかのコンフォメーションが強く好まれる。特にジャンクション地点をまたいで ACC の配列を含むジャンクションは2つ目の シトシンとジャンクション部位のリン酸との間で水素結合が形成されるコンフォメーションを強く好むようである。多くの研究はジャンクションに最も近接した4つの塩基に焦点を当てているが、そこから離れた塩基も明らかにスタッキングしたコンフォメーションに影響を与え得る。対照的な配列を持つジャンクションでは分子点は可動的であり、ランダムウォーク過程で移動する。 分子点移動の速度は、イオン濃度によって大きく変動し、1ステップの移動にかかる時間は、イオンの非存在下では0.30.4ミズで、あるが 10mmmg に存在下では27300ミズまで増加する。速度変化は、非スタッキング構造に対するスタッキング構造の形成比率と相関している。ジャンクション地点にニックを有する。 ホリデージャンクションは直行した配坑となり、ニックが螺旋型の鎖ではなく、交差差側に位置するスタッキング型コンフォメーションが常に好まれる。RNA からなるホリデージャンクションは、高マグネシウム濃度では逆平行方向にスタッキングしたコンフォメーション、中程度の濃度では直行したスタッキングコンフォメーション、低濃度では平行方向にスタッキングしたコンフォメーションになると、 推定されるが、一方、カルシウムイオン存在下では低濃度でも逆平行型コンフォメーションが好まれる。新核生物における相当組み換えの二つの経路。左側の日本差切断修復経路では、ホリデージャンクションの形成と解消が示されている。ホリデージャンクションは相当組み換えにおける重要な中間体である。相当組み換えはインテグラーゼによる V 特異的組み換えと同様、日本の染色体間の遺伝子の移動によって遺伝的多様性を増大させる生物学的過程である。その他、日本差切断の修復にも関与している。さらに DNA 超螺線中の対象配列では、歪みを緩和するためにホリデージャンクションを伴う十字型 DNA 構造が出現することがある。四つのアームからなるジャンクションは、 1> u 一スナナやタバコリンテンウイルスのヘアピンリボザイムなどの機能性 RNA 分子にも存在する。これらは通常二重螺旋ドメインに対応していないヌクレオチドを含んでいるため厳密にはホリデージャンクション構造を取らない。相動組み換えにおいてホリデージャンクションは同一の配列間で形成され中央のジャンクションの周囲に対照的な配列が配置される。これによって ジャンクション部位が移動する分子点移動の過程が可能となる。ホリデージャンクションの切断、または解消の方法には2通りあり、遺伝子変換が生じているが、染色体乗り換えは生じていない2つの分子が形成される場合と、乗り換えが生じた2つの組み換え分子が形成される場合がある。切断の方法に関わらず、ホリデージャンクションの分子点移動が起こった領域に関しては、 全ての産物がヘテロに本差となる。多くのタンパク質がホリデージャンクション構造の認識や変形を行う。その一つがホリデージャンクション帰り構想であり、ジャンクションを切断する。これらのタンパク質は様々な方法でジャンクション構造を変形させるが、多くの場合、スタッキングしていないコンフォメーションへとジャンクションを引っ張ったり、中心部の塩基体を破壊したり、 4つのアーム間の角度を変化させたりといったことが行われる。他には分子転移動の速度を数桁変化させる、タンパク質や部位特異的組み換え酵素などがある。原核生物では、ホリデージャイクション回離酵素は、インテグラーゼとヌクレアーゼの2つのファミリーに分類され、それぞれ構造的には類似しているが、配列は保存されていない。真核生物では、 相動組み換えによって DNA の日本差切断を修復する方法には DSBR 経路とスザ経路の2つの主要なモデルが存在する。それぞれの過程のアニメーションをこのサイトで見ることができる。最近では DNA の日本差切断は陸ビシド経路によって修復される。DNA 差の一方のみに切断が生じている場合は陸府経路によって修復されると考えられている。 陸ビシド経路も陸府経路も、二つの交差した二本、ぐさり DNA 分子の間で一本ぐさり、DNA が交換される分子転移動の過程と、交差した DNA 分子が切り離されて、通常の二本差状態に戻る解消過程を伴う。最近では、分子転移動は、ルバービシ複合体、または陸具タンパク質によって促進され、これらは ATP の下水分解エネルギーを利用して、 ジャンクションの移動を行う分子モーターである。ルーバとルーベビーは分子転移動タンパク質であり、ルーベックはジャンクション乖離酵素である。相動組み換えはいくつかのウイルスのグループでも生じる。ヘルペスウイルスなどの DNA ウイルスでは、組み換えは細菌や真核生物と似た切断から再結合機構で起こる。一部の RNA ウイルス、特にレトロウイルスやヒコルナウイルス、 コロナウイルスといった一本差、プラスサー RNA ウイルスでは相動組み換えの証拠が存在する。インフルエンザウイルスなどの一本差、マイナスサー RNA ウイルスでも相動組み換えが起こるどうかに関しては議論がある。出学公募、サッカロミセスセラビシでは、ホリデージャンクションは4つの異なる経路で解消される。基本的には、インビボのすべてのホリデージャンクションがこれらの経路によって、 解消される。出画公募で乗り換えの大部分が形成される経路は、X1、MLH1、MLH3 ヘテロ2両体、SGS1 が関与する経路である。MLH1、MLH3 ヘテロ2両体は、ホリデージャンクションに選択的に結合する。この複合体は、長螺旋を形成した日本サり DNA に一本差切断を導入する、エンドヌクレアーゼである。 MLH1、MLH3 ML、ヘテロ2両体は、乗り換えを起こした組み換え、体の形成を促進する。他の3つの経路はそれぞれ MS81、MMS4、SLX1、イエン1が関与するもので、インビポでのホリデージャンクションの解消を促進するが、これらの3つのヌクレアーゼすべてが欠けていても乗り換えの形成に大きな影響はない。 MLH3 と MMS4 の双方を結出した変異体では、野生型と比較して、乗り換えが劇的に低下する。しかし、胞子の生存率は62%とほどほどに高く、染色体分離も概ね機能しているようである。質が応募、植物、脊椎動物の減衰分裂においてはムス81はマイナー経路の構成要素であるが、 テトラヒメナテトラヒメナサーマファラではムス81は支配的ではないにせよ必須の要素であるようであるムス81経路は分裂酵母スキズーサカーミシスコンベにおいては支配的経路であるようである酵母と人では MSH4MSH5 タンパク質はヘテロオリゴマー構造を形成するエッセラビシでは MSH4 と MSH5 は 減数分裂過程での相動染色体間の乗り換えを特異的に促進する。MSH4、MSH5 複合体はダブルホリデージャンクションと呼ばれる2つのホリデージャンクションからなる構造に結合して安定化し乗り換え型産物が形成される切断パターンを促進する。S セラビシの MSH4 の機能低下型変異体は前ゲノム中の乗り換え数を30%。 減少させ、染色体の乗り換えが起こらないパターンの減数分裂を増加させる。この変異体の胞子の生存パターンからは、乗り換えが起こっていない染色体でも、効率的に分離が起こっていることが示唆される。エッセラビシでは、染色体の正確な分離は、相同染色体間の乗り換えには、完全には依存していないようである。このダブルクロスオーバー長分子複合体は、 上部と下部の2つの二重螺旋ドメインの間に2つのホリデージャンクションを含んでいる。このタイルは二次元アレイを形成することができる。DNA ナノテクノロジーは生細胞内での遺伝情報のキャリアとしてではなく、ナノテクノロジーのための工学的材料として人工的な拡散構造を設計し作成する技術である。この分野ではより複雑で、 合理的に設計した構造を作り出すための基礎的構成要素として分子した DNA 構造が利用される。このような DNA 構造の多くにおいてホリデージャンクションが構成要素となっている。単独のホリデージャンクション構造では柔軟すぎて大きな規則的アレーへ組み立てることができないため合成を持つタイルの作成には 複数のホリデージャンクション構造を持つモチーフが利用される。タイルは、その後、より大きなアレイ構造へと組み立てられる。三つのホリデージャンクションを含むテンセグリティ、トライアングルの模式図、単体の構造と結晶中の構造。この構造は、ここで示されている二次元アレイに加えて、三次元結晶を形成することもできる。そのような構造をモチーフで、 最も一般的なものはダブルクロスオーバー複合体である。このモチーフには2つのホリデージャンクションが近接して存在し、より大きなアレへと自己集合を行い合成の高い構造となる。デラックス複合体の構造では、ホリデージャンクションの二重ら旋ドメインは最適角度の約60度ではなく並列するよう強制される。ジャンクションは平行。 逆平行のいずれの方向となるようにも設計することができるが実際的には逆平行型の方が性質が良く平行型が利用されることは稀であるデラックス構造モチーフは DNA 折り紙においても基礎的構造構成要素であり任意の形状を有する二次元三次元構造を作るために利用される DNA 折り紙では一本の長いスキャフォールド鎖が 多数の短いステープル差によって目的の形状へと折りたたまれる。組み立てられた際にはスキャホールド差は連続的な二重螺旋ドメインを形成し、ステープル差は交差側の鎖としてホリデージャンクションに加わる。一部のタイル構造ではホリデージャンクションの自然な60度の角度が維持されている。そのようなアレイの一つとして平行四辺形型に配置された4つの ホリデージャンクション構造がある。この構造には原子間力顕微鏡によってジャンクションの角度を可視化することができるという利点が存在する。また、3つのホリデージャンクションを含む三角形のタイル構造が規則的な三次元アレを形成するために用いられ、生体分子の X 線結晶構造解析に利用される。これらの構造は、 張力と圧縮力の双方を利用するテンセグリティの概念に基づいた構造ユニットとの類似性から、テンセグリティトライアングルと名付けられている。ロビン・ホリデイは、トウモロコシクロホ病菌、ステラゴ・マイディスト・出が工房、サッカロ・ミセス・セラビシの研究に基づいて、1964年に、相当組み換えに関するモデルの一部として、ジャンクション構造を提唱した。その構造は現在では、 彼の名前を冠して呼ばれている。ホリデーのモデルは遺伝子変換と染色体の理解の双方を説明する分子機構をもたらした。ホリデーは提唱した経路が塩基のミスマッチを含むヘテロ二本グサリ DNA 断片を形成することに気づき、細胞はそのようなミスマッチを修復する機構を持っていると予測した。後に実際にミスマッチ修復機構が発見された。 ホリデーのモデル以前に受け入れられていたモデルはコピーチョイス機構と呼ばれるもので乗り換え鎖は部分ごとに異なる鎖から直接合成が行われていると考えられていた。相動組み換えに関するホリデーモデルはもともと加工屋由来の DNA のうちの1本のそれぞれ同じ箇所に1本差切断が生じると想定していた。その後切断された鎖の末端は 他方の DNA 二重螺旋へ向かって移動する。侵入してきた鎖はそこで他の末端と遭遇して連結され、ホリデージャンクションが形成される。乗り換えさは当初のパートナーさとサイアニーリングを行い、元々の双互さと置き換わってヘテロ二本差断片が形成される。通常、減数分裂の過程では双方のアレルが2コピーずつ生じるが、ミスマッチ修復の際に、 どちらの鎖が異型として利用されるかによって、一方のアレルは3コピー、他方は1コピーとなる可能性がある。これは遺伝子変換として知られる。ホリデーの最初のモデルは、基本的に鎖の連結と交換のみを想定し、双方の染色体のヘテロ日本差は、相互的な関係となると想定していたが、公募での実験的データは、これとは矛盾していた。百七十五年に、 マシュー・メセルソンとチャーリー・ラディングによって修正されたモデルは分子点移動の概念を導入した。1980年代にはさらなる観察によって日本車切断モデルや合成依存的探査対合モデルなどの代替的機構が提唱された。合成依存的探査対合モデルはホリデージャンクションを伴わないモデルである。ホリデージャンクション構造に関する最初の 実験的証拠は1970年代後半の電子顕微鏡を用いた研究から得られ、プラスミドとバクテリオファージの DNA 像で4、アーム構造が明確に可視化された。1980年代には、ホリデージャンクションの形成開始や結合を担う酵素が同定された。1983年には、ネードリアン・シーマンによって合成オリゴヌクレオチドから、 人工的なホリデージャンクション分子が初めて構築され、その物理的性質をより直接的に研究することが可能となった。ホリデージャンクションに関する初期の分析の多くは、ゲル電気エドフレット、ヒドルキシルラジカルやヌクレアーゼによるフットプリンティング研究から得られた。1990年代には、結晶学や NMR を用いた手法や、 計算機的な分子モデリングツールが利用されるようになった。当初遺伝学者らはジャンクションは逆平行型ではなく平行型のコンフォーメーションとなると考えていた。このコンフォーメーションであれば相当な日本鎖が互いに近接して配置されるためである。1980年代の科学的解析によってジャンクションは実際には逆平行型のコンフォーメーションを好むことが 示されたが、その発見には議論の余地があるとみなされており、ロビン・ホリデー自身も当初は、その発見を疑っていた。インビトロの分子での X 線結晶構造解析のデータによって、逆平行型構造は広く受け入れられることとなった。しかしインビボでの構造に関しては、タンパク質の結合によって、ジャンクション構造がしばしば変化することもあり、2004年の時点では、 明らかではない。DNA ナノテクノロジーの概念的基礎は、1980年代初期に、ネードリアン・シーマンによって提唱された。当時、DNA 複製フォークや、可動性ホリデージャンクションなど、多数の天然の分子した DNA 構造が知られていたが、シーマンは、組み立てられた分子から対称性が除去されるような、配列設計によって固定された拡散ジャンクションを、 形成することが可能であり、原理的には、このような固定ジャンクションから合成の高い結晶合子を組み立てることができると予見した。この構想を提唱した最初の理論的論文は1982年に発表され、その翌年には固定された DNA ジャンクションの実験的実証がなされた。ーマンはより合成が高く二次元格子の形成に適した。 ダブルクロスオーバーモチーフを開発し、1998年にエリック・ウィンフリーと共に二次元格子形成を実証した。2006年にポール・ロザムンドは任意の形状に折りたたまれた DNA 構造を容易に安定的に形成する DNA 折り紙技術を発表し、この手法を用いることで以前よりもずっと大きな構造を形成することが可能となり、設計や 合成の技術的要求はより低いものとなった。ようやく2009年になってシーマンによって三次元講師の合成が発表された。三次元講師の合成には彼が取り組み始めてから約30年の歳月を要した。ありがとうございます。